こんにちは、スリーです。はい、おましです。今回はですね、ダブルスのボレーについて話していこうと思うんですが、やっぱ難しいですよね。なかなかね、前衛ってね。うん、タイミングとかね、やっぱね、うん、難しいですよね。でもね、実は私ね、高校の頃からテニスを始めて、一番最初に、あ、得意だって分かったのが、ダブルスの前衛だったんです。お、初心者だったんで、まあ、あまりサーブとかもあんま打てないし、ストロークとかもできなかったんですけど、何が良かったかって言ったら、ボレー、前衛のボレーはできたんですよ。すごいね。それは、うん、なんかあの考え方の問題だと思うんですけど、最初苦手意識あるじゃないですか。ある。なんでなんですかね、苦手と思うの。やっぱ、距離感近いから難しいんじゃん。やっぱり打って、手出して、打つのが。距離感が近いっていうのはどういう意味ですか。来るまでに時間がないでしょ。ああ、時間がない。難しいんちゃいます。そうですよね。結構。だからまあ時間がないから慌てるでしょ。っていうことですよね。ピャって出してミスるじゃないですか。うん、そういうのが多いよね、やっぱね。うん、まあまあそう思う人が多分苦手と思ってる人多いと思うんですけど、自分はね、その高校の時からちょっと思ったのが、のっけからネット際に入れるわけじゃないですか。のっけからネット際折れるよ。でしょ。うん、だから別にそのパーって手出したら決めやすいじゃないですか。お、要はいきなりネットのギリギリにこう行って、でパーンってできるわけですから、すごいアドバンテージだなと思ったんです。あ、ね、要は苦手な難しい要素じゃなくて、簡単な要素にまず目があったんですよ。だから難しいから入っちゃうと難しくなるじゃないですか。まあ、それはええ見方で見ましたよね。え？ええ見方で捉えましたね。あ、そうですね。っていうのが一つと、もう一つは思ったのが、別に強く打たなくてもいいと思ったんです。そうね、強くなんのよ。え、強くなんのよ。だって相手が後衛で後ろに下がってたとしたら、前に落としたら決まると思ったんです。そうね、要はチョンって当てるだけで決まるわけじゃないですか。だから強く打たなくてもいいと思ったんですよね。だからほんと触ってチョンって落としたらもう取れないわけですから、当てるだけでね。そう、だから強く打たないといけないっていうこともないなっても思ったんですよね。あ、でも結構ね、レッスンが見てたらね、強く打とうとして振りすぎてドーンってアウトするそう、ね、わけじゃないですか。あるパターンですよね。でも実際飛んでくるボールって、さっきバッシュされたみたいに、ネット際にいるからすぐ来るから時間ないわけじゃないですか、うん、で速くて、なのに強く打とうとしたらそれはミス増えるじゃないですか。そう、だから振らずにチョンと当てるだけでポドッと落としたら決まるっていうのも、なんかよく考えたら別に強く打たなくてもいいなと思ったのもあったんですよね。あともう一個。あともう一個。あの、飛んでくるコースが読みやすいっていうのもあると思うんですよ。ああ、なるほどね。だいたいどこに食います、ダブルスやってたら。センター。センターに行きます。え、ダブルスやってたらセンターに、クロ、あ、センターとか、まあまあ、クロスに飛んでくる。あ、そうそう、クロスに。センター飛んでくる。ああ、センター通過してクロスに来るわけじゃないですか。だから、みんな基本クロスに打つわけですから、そこを通過するセンターを狙いに行ったらいいっていうのがあるわけじゃない。だからもうそこにほとんど来るって分かってるわけじゃないですか、でそこに合わせてラケット出してポトッと落としたら決まるわけじゃないですか、まあね、っていうのから入ったんで、あんまりだから変な知識がなく入ったんですよね。ああ、なるほど。だからその事実から入っていったら、なんか簡単じゃないかと思ったのが結構大きなきっかけで、あ、なるほど。だから前でとりあえず決めるって決めれるっていうのがあったから、なんかね、実は高校の頃も戦績はね、ダブルスの方が良かったんですよ、結果的に。ああ、うん、そうですか。とりあえず前で決めれ、出たら、それだけで初心者でもなんかある程度勝てたりしてて。ああ。だから、ダブルスの前衛をもっともっと追求して上手くなったら、手に、ダブルスはね、簡単な、簡単でか、まあ、ポイント取りやすくなるっていうのが、すごいあるなと思ったんですよね。ああ、そうですよね。うん、人の試合とか見ててもそうですもんね、やっぱね。でしょ。前がいかに決めれるかかかってますもんね、結構ね。でしょ。うん、だから、もしね、あの、ダブル、結局ダブルス多いじゃないですか、大人になったら。そうね。ね。で、じゃあダブルスで上手くなりたいってなった時に、どこから、じゃあ練習したらいいのかって思ったら、私はだから前衛からやった方がいいなと思うんですよね。前、確かに前ね、はい、もう前でどうやったら決めるのかばっかり追求するだけでも、うん、だって、半分、前衛じゃないですかね、自分がやってる時。ああ、なるほどね。だって、あの、まず、味方がサーブの時、うん、自分が前衛じゃないですか。前衛ですね。
で、レシーブの時、うん、味方が後衛の時、うん、自分前衛じゃないですか。ここでも半分前衛にいるわけじゃないですか。そうね。でしょ？言われてみればそうだね。で、かつ、まあ、サーブ&ボレーして前に。あ、で、これもう詰めたらもうほぼ前衛みたいなネットを詰めるじゃないですか。そうですね。レシーブもダッシュして前でも前衛じゃないですか。でもかなり、まあ、本気だったら半分以上のね、前でボレーになるわけなんで、だからいかにこのボレーを鍛えるのかっていうのが、まあ、結構ダブルスはね、なんか勝利しやすい一つのポイントなのかなっていうふうに思いますね。ですね、本当。うん、もしくは、まあね、最近若い子たちとしたりしてたら、すごい眼光で、眼光時の後ろからストロークどんどん打ってくる子もいるので、まああのね、そういうふうにストロークをとことん鍛えるっていうのも、ね、まあ一つの方法なんですけど、なんかね、今更と思うんですよ。今更あんな若い子たちの打ち合いに参戦するのかって考えたら、ね、そうね、そうなってきたらそうなるわね。そう、逆にもう前出てでしょ、もう時間奪おうとかはね、でしょ、好き勝手させんよっていう。そう、じゃあどこに力入れたらいいのかっていうの考えたら、やっぱり前衛とか、まあ、ボレー力を高める方向に。そうね、今の若い子たちね、えげつないスピードのね、スピンの効いたショット打ってくるんで、これと打ち合うのって思ったら、なかなかやっぱしんどいです。それだったらもう相手の力を利用しにボレーを極めに行った方が、まあ、自分はね、なんかまだ勝てる余地があるなっていうふうに思うんでね。確かに。なりたいですね。え？ね。そうですね。だって、ね、ボレーさえ鍛えていったら、それでだいぶ幅が広がるんで、まあね、半分前衛なんだと思うだけでもね、かなりね、あの力入れるところはね。かね、うん、あ、そうですね、そこに練習ね、うん、ポイントを置いてね、そう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 、もうあえてね、そうです、うん、そこを徹底して練習するだけで、怖いじゃなくてね、そうなんです、それで半分 OK なわけでもないです、うん、あとは、まあ、サーブとレシーブはまあどうしても必要になってくるんで、ね、まあまあ、そこも当然鍛えないといけないんですけど、まあ、そこはある程度で返す、まあまあ、もうそうですね。返したら前詰めて攻めて得意で生かすと。そうだ、だってね、うん、ペアもそうやって前衛に注力してくれてたらサーブ打つじゃないですか、うん、で前の人が決めてもらったらこれで OK じゃないですか。 OK、 極端な話レシーブもとりあえず返して前衛の人に任せたら全員決めるってなったらもう強いじゃないですか。強い。だからレシーブで何とかしようとか、うん、サービスエース取ろうと思うと大変なんで、前衛に何とかしてもらおうと思ってサーブとレシーブをしていったら、あ、かなりね、あのゲームで勝ちやすいと思うので、楽に考えられるけどね、うん、意外にね。だから結構ね、あのボレーをとことんね強くするっていうのはね、うん、ダブルスでね、あの効率よく練習する、強くなるっていう意味ではねすごい大事かなと思うので、うん、まあね、ちょっとねボレーっていうのをねちょっと今一度見直してもらったらね、もっともっとテニスが、ね、やっぱ楽しくなりますから、ね、やっぱよく言ってるじゃないですか、気を使うっていうの、ね、はい、ペアに気を使っちゃう。気を使うね。はい、はい、ますね。じゃあもう触らないでおこうとか、ね。ああ、そうね。言うじゃないですか。手だってね、点を失ってるから、点の方がいいかなと。なぜ。それでね、苦手意識がね、そうそうそう、ついちゃったりしてる面がね、あるんでね。じゃあもう前衛が行かないと思ってたら、まあそれでもう前衛決めるとさっきの話の半分を捨ててるようなもんですからね。そうよね。でもやっぱ行かないといけないじゃない。行かないといけないよ。そう。そのためにはやっぱね、このボレーにね、注力するっていうのは大事なのでね、ちょっとね、より一層このボレーの強化っていうのをね、意識してみてください。はい。はい、では終わります。ありがとうございました。